はい、こんにちは。JBS の佐々木志望です。今回の動画はですね、プロ野球選手はトップ選手でもいろんな構えの選手だったりとか、テイクバック一つにとってもいろんなテイクバックを取る人がいます。例えば、昔の元プロ野球選手で中村典弘選手がいましたけれども、こう大きく取っていきますね。グッと取っていきます。かといえば、小さく構える人もいます。なぜいろんなテイクバックがあって、いろんな構え方があるにもかかわらず、成績を残せるのかっていう、重要な本質の部分っていうのをお伝えしていけるかなと思います。で、まずですね、そのいろんなテイクバックがあります。例えば、先ほど申し上げたように、中村典弘選手のような特徴的なテイクバックだったりとか、もう少し前の世代で言うと、神主打法のこう落合選手だったり。近年で言えば、例えば、ヤクルトの山田選手なんかは、足を上げてバットをそれ立てていく。で、いろんなテイクバックの方法があったりとか構え方はあるんですけど、重要な点ですはですね、どの選手も実は同じ動きをしているっていうのがあります。もちろんいろんな動き方があるんで、その部分っていうのは違うんですけども、押さえておかないといけないポイントっていうのは必ずあります。まずそこは打つ前、回転をする前の姿勢に出てくるんですけど、回転をする前っていうのはグッとこういう形になってきますね。加重してステップして、体重が前に移動して、まあ、ここでさあ振り出すというような瞬間になっていると思います。で、この時に、まあ、上半身というのはどういう風になっているかというと、この胸の部分ですね、ここはまず、しっかりとひねる動きだったりとか、まあ、あとちょっと上下に動いたり、しますけれども、そういう必ずキャッチャー側方向にしっかりとひねられる動きというのがあります。で、肩の動きというのは前に出たりこう引いたりすることができますけれども、前に少しグッと出て突き出ている。で、あとは肩甲骨ですね。肩甲骨っていうのは背骨から離れていく。これがとても重要です。で、これはなぜかというと、まずそもそもバットを動かすっていうのは、もちろん手で動かします。ただ、手の動きだけでは当然強くいかない。手首を返すだけになるので、これは強いインパクトは埋めないです。で、もっと大きな動きを出そうと思うと、今度肘の関節から動かします。でもこれでもまだ動かない。強くは打てない。で、さらに言うと、そこから上、肩についてるので、まあ、これで腕に、もう少し強く振れますが、まだバッティングとして強く当てていく、インパクトしていくっていうことは難しいです。で、肩はさらに言うと、まあ、鎖骨だったり、肩甲骨と、まあ、一緒になっていくと思いますけれども、バットを動かす根元っていうのは、この肩甲骨であったり、さらに言うと、それが胸だったりするんですよ。なので、ここが動きのベースになるというか、一番中心地になるというような感じです。なので、ここをしっかりと動かしておけば問題はないです。例えば、その、テイクバックで言うと、この辺が大きくいくっていうのは手先の問題なので、木で例えると、幹の部分ではなくて枝葉の部分。ここは個人的なフィーリングだったりとか、自由度があっていい。自由でいいです。ただし、今言ったような胸がひねられる、肩が出る、肩甲骨が離れる。こういう動きは、その後、胸がひねって戻される動き。で、肩が、グッと入っている動きはスッとスイングをしていくと、今度肩が入ってたものが元に戻って肩甲骨は背骨に少し寄ってくる動き、こういう動きが十分に大きく動くことによってスイングが開始されます。なので、その準備動作としてテイクバックが必要になってきますけれども、そこがちゃんと取れていれば全く問題ないということです。例えば中村典弘選手はすごく分かりやすいですけども、こう来てグッと、なのでこの姿勢も同じですし、山田哲人選手もこっからこう来て、こう構えて、こっからこう、動きもその部分だけ、さあ振り出すっていうその回転に入る直前のその姿勢ですね。ここは動き的には同じです。どこがどう動いているかというと同じ動きになっていますね。これが共通項であって、原理原則っていうような形になります。なのでこの部分を押さえていけば、極論は何でもいいです。ただ、あまりにも予備動作が大きいと、そのやりたい動きをやりづらかったりとか、正確にできなかったりとか、再現性が低かったりとか、そういったことはあると思うので、できるだけまあシンプルにしていった方がいいかなというふうには思います。なので、その本質的な部分っていうのが特に重要になります。なので、バットは例えば立てるとか、寝かすとか、ちょっと中に入るとか、いろんなフォームの変更だったりっていうのもこれから行っていく選手も多いと思いますけれども、ここも正直自由度が高いです。なので、極論を言えば何でもですね、立てててもいいですし、寝ててもいいですし、中に入ってても、まあそんなには問題ないです。スイングする直前でどうなってるかですね。さっき言った胸が少し後方にひねられていることと、前の方が前側に出る動きですね。こういう動き。まあちょっとこう、少し
胸にゆとりがあるとですね、背中がかなり動きやすくなって肩甲骨も動きやすくなるので、これも実はすごく重要な動きですね。これがこう胸張ってたりすると背中が固まって動かなくなってしまうので、肩甲骨の動きが非常に悪くなる。なので少しスッと肩が少し軽く前に出て背中が動きやすい状態にしておきましょう。こういったんですね。で、この動きが必須条件です。で、結局は最終的にはスイングをしていきます。で、これは胸椎ですね。胸の部分を胸椎と言いますけれども、胸椎を中心とした円運動になっていくので、円運動は速度を持つと必ずこの傾きに対して90度になるので、この巻き戻しをするとこのような形になります。これで必須条件が揃ってくるということですね。これはまあスイングプレーンって言ったりしますけれども、テイクバックに関してはそのスイングプレーンに入りやすい条件、かつ力強くするためにひねったりとか、腕を大きく、バットを大きく動かすために、肩甲骨がしっかりと背骨から離れている状態、こう入れ替わって動いていくので、当然根元が大きく動いた方が強く振れるわけです。なので、そういう動きが必ず共通項として必要になる。はい、では今回の動画は以上となります。重要なポイントはですね、必ずある部分を切り取っていけばですね、共通項がどの選手も絶対にあるということです。これが一番今回伝えたいと思いますね。なので、立てる、寝る、セット入れる、いろんなテイクバックの取り方っていうのはありますね。こうヒッチするとかあります。ただし、そういうのは、そのやりたい動きの過程の部分なので、ここは極論は自由度があっていいですね。で、必ず抑えたい体の動きっていうのは、でこれはどんなプロ選手でも、まあ、ある程度結果が残る選手であれば必ず共通としてあるということをお伝えしました。これがまあその原理原則ということになってくるので、一部分ではありましたけれどもご紹介させていただきましたので、これからフォームを変更させる方、練習していく方もこの考え方をですねベースに持っていただければなというふうに思います。では今回の動画は以上となります。 JBS 武蔵では LINE、Twitter などを使って情報発信をしております。概要欄から登録もよろしくお願いします。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。ありがとうございました。